はい、どうも、ヒコボンです。今回紹介するガチャガチャはこちらになります。博物モデリングクラブ1、12分の1、一骨格です。結構ね、リアルな感じです。いろいろね、骨の名前が書いてあります。で、カラーは、このノーマルな色と、あと、蓄光、ホワイト、ショッキングピンクです。この辺はちょっと外れですね。普通の色でいいです。まあね、これが出るまで回させようっていうね、寸法です。全部これでね、複数欲しいって人もいるかもしれないですよね。まあね、骸骨並べてどうするんだって感じですけど。こんな風にパーツが分かれてます。特に可動フィギュアではないですね。飾っておくものです。とりあえずノーマルのやつを見てみます。数個はこういう風にくっついてます。ニッパーで取りましょう。あ、ニッパーなくても大丈夫な感じかな。いけそうな感じですね。これで OK です。おっと、頭蓋骨がありました。うわー、かなりリアルですね。この質感もリアルです。ちょっとこれ複数並べたらね、ちょっと穏やかじゃない感じですね。大量虐殺現場みたいになっちゃいますね。やっぱり一つのがいいのかもしれないです。一つならね、まだ骨格標本って感じです。それにしてもリアルだわ。こんなリアルな頭蓋骨は初めてかもしれない。組み立ての順番はあるのかな？特になさそうですね。上から行きましょう。顎もあるようですね。あ、顎はここにはめるんですね。ここにはめるのかなと思いましたけど、上顎のところでした。これは耳なのかな？おお、ほほほほほほ。胸骨の部分はこう詰まってます。特に空洞にはなってないです。おお、リアルだ。で、下半身の部分をはめます。おお、はまりますね。で、足です。足はこうかな。はまったはまった。ちょっとね、動かしたくなるんですけど、固定されてます。固定されてる分ね、リアルさを出せるんでしょう。肩甲骨をはめてから腕をはめます。こうですね。肩甲骨がはまりました。ちょっと首が前に行ってますね。腕をはめます。素晴らしい。かなりね、リアルです。膝の骨もあります。これよく言うお皿ってやつですかね。正式名称は膝蓋骨というそうです。これはおそらく男性ですね。女性だともっとね、この骨盤のあたりがでかいと思います。これね、背骨ですね。背骨もリアルです。こうしてみるとね、すごい複雑です。この辺もね、細かい。
このすねの細いところは腓骨というそうです。ちなみにこれは尾骨、ここは仙骨というそうです。非常にねかっこいいですよね。機能的です。で専用の台があります。これで立たせることが可能です。お、がっつりはまります。こっちもはまんのかな。はまった、またがっつりはまるんで、もう全然倒れないです。素晴らしい。残りの3体ね、全部組み立てちゃいます。組み立て完了です。ショッキングピンクはこんな感じです。お部屋のインテリアにどうでしょうか。そして白いのはこんな感じです。まあ、実際の骨はねこんな真っ白じゃないですけど、骨格標本みたいでいい感じだと思います。ちょっとねこの色だとリアルすぎるかもしれないです。まあリアルな方がいいですけど。そんでもってこちらが築鋼版です。非常にね質感いいんですけど、その築鋼版ちょっとね素材が脆いみたいなんですよね。この土台にはめようとね、この足掴んだらこの細い骨、腓骨の部分が折れちゃいました。まさに骨折です。であとねパーツの成形も難しいのかね、ちょっと形がね緩いです。なもんでねこの腕とか抜けちゃいます。ちょっと問題ありかなって感じです。でもね暗闇にした時にねちゃんと光るのがすごいです。ではご覧ください。いい感じに光りますね。わんわんわん。レントゲンみたいな感じですね。そうそう、こんなね紙のプレートもついてきました。人、学名ホモサピエンスです。分類、なんか難しい漢字が書かれてます。分布、一部地域を除く全世界こうやってね骨の前に置くわけですね。組み立てやすくてそれらしくね仕上がってとてもいい感じです。というわけで今回紹介したのは博物モデリングクラブ1、10里分の1、一骨格でした。